恵比寿と大黒が出発します。おねりです。恵比寿大黒には一人ずつ役員がつきます。昔はお酒で足元のおぼつかなくなった神様を支えて歩きました。ほぼ町の中心から東が恵比寿川、西が大黒川、町内を一周しかつての市場に向かうと佐木町に人々が集まります。合図を受けて佐木町倒しです。服を手に入れようと吊るされた役物を奪い合います。恵比寿大黒が町の中心に戻り、いよいよ綱引きです。かつては漁民が恵比寿川、農民が大黒川について綱を引きました。綱引きなどで力を比べ合い、神にその意思を問う占いの方法は古くから各地で行われていたものです。勝負はほとんど数十秒で決しました。今年の勝負は2分弱。恵比寿側が勝利を収め、大漁が約束されました。